広瀬のインポスターやだな。お願いします。連続は嫌だ。どうやればいいのかわかんないんで。そうそう、連続は嫌だ。今日はクルーの日だな。1、2。配線から行きましょう。急げ。急げ。急げ。ボタンより先に配線をするんだ。ああー危ない危ない。ああ、今の間に合ったか。今の間に合ったか、ミニオン。えらいに。ナイスボタン。ナイスボタン。ナイス。早い。早い。無言でみんなスキップ。定例会議だからね。みんなさっさと終われたい。今日の進捗はありません。いやー間に合ってなかった。ああ、しかも閉められた。どこから行くかな。ああ、でも配線からやりたいよな。今誰すれ違ったんだ。見てなかった。おみやスルーしよう。あれ誰からか。その二人？おい、モフ戻れよ。モフ、あれ二人？ジャンさんも死んでる。え？マジか。え、じゃああの二人じゃないんだ。ああ、そう。噛み合ったんだ。え？ああ、そう、リアクターの。あ、でもこれ、分かったか。頑張れ。うわ、誰死んでる。え、2いった。これやばいじゃん、じゃあ。僕が全然わからんぞ。あれ、誰が2いるんだ。まず、赤を見ました。赤を左側で見ました。で、左側にいた、酸素になる10秒前まで左側にいた方。俺と朝日はいなかった。黒は。オレンジと黄色はいなかった。アドミこれはあれ、酸素ルームの右のとこにおった。酸素が鳴ったときはアドミにいて、その後アドミを直してるのを見たので、私はあの O2 に向かってるとこでした。はいはいはい。そうかもしれん。確かに。ってことはできないね。だ2死んでんのが、ジャンさんがどこで、ピンクがどこで死んでるかが。え、待って、赤がセキュリティで死んでます。はい、インクは分からんのよね、うん、どっち方向行ったとかって分かる。え、待ってセキュリティさ、自分いい、ね、あれだよ、あのなんだっけ、通信、はい、が妨害される前まで見てて、はい、で通信妨害されたから、はい、メイド、あのなんだ、上の方アッパーメイドウェイで、まあちょっとごめん、直し行かなかったのはあれだけど、ベントいや、ベッドじゃない。つるな。公平ってさ、誘い出すな。あの、セキュリティのどのあたりに死体が転がっとった？あの、セキュリティのカメラ見るとこです、完全に。で、コミュニケーション障害直した後、アドミン見たら、セキュリティが2だったんですよね。で、その時点で、で、その後ちょっと1個タスクやってみた後にセキュリティが1になったんで、で、コミュニケーション直したにいた黒と黄色は白なんですよ、その場面。そのキルに関しては。うんっ、うん、なると、その、オレンジ、青、白。ん？オレンジもコミュニケーション直してたよね。コミュニケーション直しました？通報ボタンが押された瞬間、セキュリティルーム1だった気がしたけどな。それさ、公平選手、中に入らないと発見できない位置だったと思う。ちょっとわからん。わからんけど。怪しくね。うわお、これ、怪しい、入れられてるな。こ
これやべ。これ普通に逃げた。あー、どうしよっかな。これ難しいな。みんな逃げろ。ボタンを押すんだぞ。議論なんでこうなるんだろうな。私、タスク1個もクリアせずに殺されたから。レッドベイで。早い早い。モフ今メドベイ行ったって言ったのにな。はい、見つからなかったんだ。見つからなかったですね。見つからなかったっていうかモフさんなんですけどね。あ、そうなんだ。あ、やっぱりこの二人だよね。はい、モフのね後ろでね死んでんだよ。敵で白と青が二人いてどうして。ああ、ナイス。よかった。よかった。連動してます。連動してます。緑が個人的には怪しい気がするんですけど。セルフかもしれない。セルフかもしれないというので、じゃあ、セキュリティにいたのに、その10秒、20秒前、最後の発見される10秒、20秒前にセキュリティにいたのに、2位誰も上げないっていうのは、もうすでに1人がインポスター殺してるってことですよね。ってなると、僕じゃないと言える確率かなり高いと思うんですよ。うんうん、で、それで疑いにアリバイがあるのが、黄色、はい、オレンジはお互いに白角取れてて、黒さんもいてましたよね。黒さんいたと思ったんですか、はい、コミュニケーションにいた。はい、黒、はい、いました。ってなると、白か青なんですよ。で、どっちもじゃん。じゃあそこ2人じゃん。いやいやいや、なんでそうなん。酸素直したのは O2 側の酸素直したのは直せんかったんや。あれ、あ、もう管理室一人直して。あ、そういうことか。これはまずい。やばいぞこれ。いや、これは白だということにしとこう。はい、じゃあ、はい、白を釣ったということにすればあれだ。まあ、そうするしかない。いいんじゃ。オーツマンシップに乗っ取って白を釣る、はい、この会議は白、はい、まあでも、会議をどうするか、このままやってもいいと思うんですけど、そんなルール的には、はい、あ、まあね、白を釣っといて、うん、なんで、もし、まだ時系列分からなくなっちゃった。コミュニケーション直してるのも、黒は直してるのと見てるので、見た、うん、でオレンジが直してて、黒がちょっと後ろにいて、はい、遅れてたけど黄色も入ってきました、はい、でその後ろに僕、隣の枝折、緑もいました、うん、で多分その4人か3人かいるっていうのはで結構それいたよっていうのは分かってもらえるんじゃない。あれでしょ、あの白角、あ、いやいやいや違うって、ね、分からんのよな。でも白角てきてるっていうのも白を疑う可能性も、でも予想可能性もあるでしょ。黒、緑が入ってきたの？コミュニケーション入ってないです。廊下素通りしただけです。素通りしたかもしれん。はい、素通りし、わかんね。入ってないです。まあ、モフで釣ったってことにしようぜ。はい。多分大丈夫だ。ちょっとわかんね。はい、モフさん。あれ、モフさんね。最後落ちた。まあ、最悪だな。でも今のダブルキルだからさ、4人でアリバイ取れちゃうともう終わりだよね、本当だったら。ダブルキル、これが怖いよね。アリバイがみんなあると一瞬で終わっちゃう。いや、頑張ってくれ。いや、でもな、いいキルだったと思うんだけどな。石油でさ、殺されてさ、うん、青と白両方いたのにさ、どっちも話しないからさ、これなんだって思ってさ、そら殺し屋ですから通報できませんわ。二人いるんだもん、目の前でやられる。よし、タスク終了。終わりました。早すぎた、殺されるの。お互い早かったね。はい。お。よし。これは白だったってことでいいよね、多分ね。まあそうですね。この、スッキルしてどっちか殺せばいいわけですね。2インポスターだったら1人殺せた判断で、うん、時間さえあれば。という前提で。はい。で、まあ、で、まあ今もほぼ全員みんなグレーゾーンだと思うんですけど、うん、今回。はい。うん、あのもう、誰が今怪しいとか、今のところ僕の中で全員均等ぐらいだと思ってるので。キルだ。あの、うん、そうはならんよ。まあ、問題ジャンさんだ。ジャンさんのキルが多分、この中の誰か一人やってる可能性がある。
はい、うん、どこなのかもわからないか。モフが黒だとしてモフが殺したのか、セキュリティでやったのか、もしくはしたら別の人間かわかんないですけど、セキュリティ発言がいないんですよね。セキュは言ってないですね。言ってないな。言ってないです。ずっと右側にいたんで黒は。経路を言うとカフェテリアから確か、ウェポンナビゲーションシールド通ってコミュニケーションでやってるのを見て、ストレージでアドミンに入って、アドミンから O2 に向かってたので、ほぼ右側、うん、完全に右側ですね。ってことは左側で、だから右側にはジャンさんいないと思うんだよね。ピンクはいなかった。そうですね、はい、うん、左側ってなると、ウェポンナビゲーションシールド通信室、同じく主に左側にいた青か、うん、青か、うん、白、さっきのでも白青が浮いてたから、うん、まあちょっと濃いかなぐらいです、うん、まあまあ、はい、まあいっか、とりあえずはね、はいはい、仮に右側のウェポンで死んでたっていう可能性とか、カフェテリアで死んでたって可能性があると、この場合はあれやね、いや、はい、割とね、俺も右回りで、右回りっていうか、あの下からか、うん、シールドナビゲーションのあたり、うん、ウェポンのあたりって結構くまなく行ってんだよね、ナビゲーションまで行ってるし、はい、だそこでいなかったから多分左側だと思うんだよ、うん、どうしよう、青についてこうかな、俺なんで、なんで死のうとするお前は。俺が死んだら青をすればいいでしょ、はいはいはい、間違いない、うん、まあ間違いないですけど、濡れ着で着せられやすいですからね、それはそれで確かに、うん、うん、そういう可能性もあるのか。青がインポクルーだった場合がやばい。おお、まあいい感じですね。誰もですね、議論の流れ的には。でこれ誰も死ななかった今。うん、誰も釣られなかった。で、うん、そう。お、監視中。オレンジが青を監視してます。みんなで監視しようぜ、死んだ人で。お、あれなんでだ、停電で記事が止まるかな、見逃した。お、お、青がどうしよっかなって考えながら、あ、何、一人やった、キル対象を探してます。あ、左回りしたけど誰にも会えませんでした。あ、自分でボタン押した。ああ、待って待って、はい、なんでついてこんかった、はい、タスクを終了したいのかな、まあ、停電で見失ったとかか、お前。停電で見失ったね、あ、そういうこと、うん、タスク終わりました。殴れるのがすごいセオリー通りだもんでな、なんかオレンジと青がそこはかとなく怪しい気がするんですが、自分なんかすごいセオリー通りじゃない、ベタってついたら停電を起こしたって。まあまあまあ、いや、俺違うけど、もし俺がインポスターだったらそこで殺すでしょ。うん、まあ、ないら、殺したら間違いなく青が殺したってなっちゃうんだい。いや、でもね、直し、俺、あの電気直しに行ったやん。あのタイミングとかで。殺してから直しに行きゃいいじゃん。そんな。なんまあ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 。まあ、誰も死んでねえから、まだ。はい、タスク状況は、はい。あ、すいません。どうぞ、カニさんどうぞ。はい。黒はあと2個です。はい。僕終わりました。これあと1個ぐらい。緑終わりました。いいね。あ、じゃあさっさとやるか。頑張ります。オレンジは、オレンジは。あ、あと2個とかです。2個。2221ぐらいか。はい、わかりました。頑張ってください。頑張ります。カメラでちょっと牽制しておいてください。はい、わかりました。ぜひカメラに貼ってください、ベントも。了解です。どっち行こうかな。見るなら。見るなら、フラフラしとこうかな。どうしようかな。アドミンかセキュリティか。アドミンも大事だね。うん、確かに。廊下キルできないってなる。うん。うん。タスクで勝てそうな流れではある。で、5人だから3キルしなきゃいけないもんね。いやー。おお。青はタスクをしなくていいから。くる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 走ってます。くるくる走ってる。おっと、メルトダウン。苦戦に
で、直線にモニター変えん方が良かった。どうすりゃいいんだこれ。モニターその何がそんな大変ですか。いやだっか、音量の出力先がモニターになってしまう。ああ。そうか。アマンガスだけが、はい、アマンガスだけが、そっちに、あ、治った。こんな、なんか、こう分かれて出力されるような機能なさそうだけど。ああ、でもあれだよね、ポート、使ってるポートが違うと。お、タスクで終わった。終わったあ。ありがとうございます。誰結局やっぱりやっぱり白青、白青でしたね。モフルチノだったのね。言った通りじゃん。初手。あそこでモフをチンかったら勝ったやん。いや、いや、出たから。モフ釣ってたよ。多分釣ってましたよ、あの流れでは多分。下手したらローラーだったよ。モフルチノのね。ローラーじゃない。もう負けかくって。あ、ローラーだーってなって。素晴らしい。いやー、あそこで残り4人が団体行動しとったのがもうね。そうだね。うん。青がそこはかとなく怪しかったもん、ね。黒はしかとして全部やってました、確か。